よ。またね、いろいろたくさん登場するのでね、うん、キャラクターも。でしょ、はい、もっと松岡くんを、松岡くんの、はい、ラジオじゃは、アフレコの現場での松岡くんしか知らない人に、あ、ね、もっと見したい。見したいですね。この感じを。この間鼻血出したんですよ。どうしたの？最近結構現場で頑張りすぎて、うん、叫びすぎて腕がつるとか。そう、本当に肩もつったし、叫びすぎて鼻血出すとか。そう。聞いたことないっす。もう初めてでした。聞いたことないっす。なんか、すごいこう、うおーってやるシーンだったんですけど、なんかそのシーンの時に、なんか、あっっていきなりマイク前で、あっって言い始めて、うん、でみんなこう、ざわってなって、ね、え、どうしたの？って、気分悪いのって言ったら、あれ、ほら、鼻毛が、鼻毛がって、やばいと思って、みんな、うわーってなって、急いでそのスタジオにあった箱ティッシュをつぐつぐに渡して、トイレトイレって。そのトイレ脱出する。そう。で、帰ってきたら、鼻の穴にすごいティッシュを詰めて帰ってきて、で、僕がやりますよ。そう。いいの？いや、英語で言えろ。それでいいのか、つぐつぐって言って。英語で、この状態で芝居でけんよ。いや、片方だけだったんで、まだ何とかいける感じだったんですよ。そんなが、すごいね。毎週こう、伝説を作るのが、つぐつぐなんですよ。火曜日、また。